ミッドウェイ海戦に関わる人物の評価については、勝利への貢献が大きかった米側の人物からまず紹介していきます。米軍勝利への最大の貢献者としては、ハイポの責任者であったジョゼフ・ロシュフォート中佐をまず挙げるべきでしょう。ロシュフォート仲裁以下ハイポスタッフが MI 作戦を早期に把握したことにより、米側はミッドウェー島に戦力を集中し、空母任務部隊による待ち伏せを行うことが初めて可能となりました。 この過程で特筆すべきことは、日本軍の次期攻略目標について、ハワイのハイポとワシントンのネガとは意見が対立しており、次期攻略目標をミッドウェー島とする見解は、ハイポのリーダーであるロシュフォートの個人的洞察力によって得られたものだったという点です。この時期の米海軍通信部による日本海軍の D 暗号 JN25 の解読率は、一つの暗号分中の15%前後の語句を解読可能な状態であり、暗号分から 有意義な情報を引き出すには暗号文の未解読部分を埋める暗号解読者個人の洞察力、推理力が不可欠でしたロシュフォートはこの洞察力においてネガトの暗号解読者よりも優れており彼らが日本軍の次期攻略目標を南太平洋と推測したのに対しロシュフォートは極めて限定的な暗号解読情報から次期攻略目標をミッドウェーと正確に推測しましたもしロシュフォートがハイポのリーダーでなければ MI 作戦は日本側の戦略的奇襲が成功していた可能性が極めて高くそうした意味においてミッドウェイ海戦における米側の暗号戦の勝利は米海軍通信部によってもたらされたというよりはロシュフォート個人によってもたらされたという方がより正確な表現になるでしょうロシュフォートの洞察力と並んでミッドウェイ海戦での米軍勝利に不可欠だったのは 太平洋艦隊司令長官チェスター・ニミッツ大将の決断でした動画「暗号船4」および「ミッドウェイ海戦2」で述べたようにハイポの情報に基づくサン海の第16任務部隊に対する真珠湾への反転機動命令はキングの意向に反してニミッツの独断で行われたものでした日本でもよく知られているミッドウェイ島の真水不足についての疑伝によりワシントンの情報部と通信部がハイポの見解に同意したのは 5月21日以降のことでしたが、ニミッツによるミッドウェート上の戦力集中の決定は、18日にはすでに行われていました。もし、太平洋艦隊司令長官が、ニミッツより慎重な人物だった場合、あるいは市民党重視しない人物だった場合、ロシュフォートの洞察力は生かされず、MI 作戦は日本側の戦略的奇襲に終わったか、あるいはミッドウェート上の戦力集中が遅れ。 史実より米側にに不利なな展開となった可能性が十分にありました、たそうした意味において、ロシュフォートの洞察とニミッツの決断は、表裏一体の関係にあり、いずれが欠けても、ミッドウェー海戦における米軍の勝利は不可能でした。太平洋戦争における米軍勝利の要因は、工業生産力や科学技術の水準など、アメリカの国力そのものに求められることが一般的であり、戦争全体を通してみれば、 そうした見解はは決しして間違いではありません。しかしミッドウェー海戦は戦力的にむしろ優勢な日本軍に対し市ントに基づき的確な戦力集中を行った結果得られた勝利でありその情報と作戦の分野でのアドバンテージはロシュフォートとニミッツという2人の人物の傑出した能力によって獲得されたものでしたこれに対し前線指揮官たちはいくつかの戦術的ミスを犯し ニミッツが作戦レベルで獲得した圧倒的アドバンテージをかなり減少させることになりました。特に、ホーネット航空隊を検討違いの方角に向かわせた、ミッチャー・少将の失敗は重大なものであり、彼の失敗がなければ、ヨークタウンの喪失は回避可能でした。また、空母任務部隊の指揮を初めて取ったスプルーアンス・少将も、午前には発艦順序の誤りから、F4F の援護のないまま TBD と SBD を攻撃に向かわせ、午後には、 ホーネットに発刊準備命令を出し忘れるなど、複数の戦術的ミスを犯しています。ミッチャーもスプルーアンスも後年の偉大な空母任務部隊指揮官としてのイメージによってミッドウェー海戦での式ぶりが過大評価される傾向にあり特にミッチャーに関してはホーネット戦闘報告書における彼の虚偽報告が明白となったのは比較的最近のことでありモリソン選手など執筆年代の古い著作に描かれるミッチャー像は今日では 大幅ににに割てすするるる必要のあるものののああもですこれに比較して近年再評価の傾向にあるのがフレッチャーですモリソン選手は全体的にフレッチャーを極めて消極的でかなり無能な指揮官として描きミッドウェー海戦においては米任務部隊の最高指揮官であることを忘れさせるほど存在感の希薄な人物として彼を描いています。これはフレッチャーが戦後サミュエル・モリソンの取材を拒否し モリソンが戦士を執筆する際の情報源が、レイトンやマクモリスなど、フレッチャーに批判的な人物に偏ったことの結果でした。こうしたフレッチャー像の修正は、1990年代以降、戦士研究者、ジョン・ランドストローム氏を中心として行われてきました。2006年に出版されたランドストローム氏の著作、ブラック・シュー・キャリア・ードミラルが興味深いのは、フレッチャー一個人の評価の修正にとどまらず、米空母と任務部隊が、 1942年に置かれていた状況について、従来のイメージの修正を迫る内容であることです。まず、日米海戦直後の米海軍は、献艦中のエセックス級が戦力化されるのは、1943年後半以降となるため、原油空母だけで1年半以上を戦う必要があり、空母の損耗を極力避ける運用を行う必要がありました。空母の損耗を極力回避する方針は、 キングやニミッツによってたびたび明示されており、ミッドウェー海戦でも計算されたリスクの原則という形で、ニミッツから任務部隊飛機官へと指示されました。積極性という点で、しばしばフレッチャーと対比して描かれるハルゼーも、同リットル空襲の際、日本の監視艇に任務部隊を発見されると、同リットル隊を計画より遠距離から直ちに発艦させて、東方に対比しており、空母の損耗回避の最優先という、この方針は、 指揮官の個性とは無関係なものでしたもう一つは、この時期の米海軍には、空母部隊に随伴可能な高速給油艦が不足しており、米任務部隊の行動は、給油艦の不足により、大きな制約を受けていたという事実です。機動部隊が、ハワイ作戦では7隻、インド洋作戦では9隻、ミッドウェー作戦では8隻の給油艦を随伴したのに対し、米任務部隊の給油艦は1隻ないし2隻にとどまり、 この給油艦不足が任務部隊の迅速な行動を不可能としていましたサンゴ海海戦においても給油艦ネオショーの撃沈により第17任務部隊の空母ヨークタウンは人燃料不足に陥っておりフレッチャー個人の消極性によるものと従来考えられてきたいくつかの行動は当時米任務部隊が置かれていた客観的制約の反映に過ぎないと今日では解釈されていますミッドウェイ海戦に関連した 執筆年代の古い米側著作に共通するのは、フレッチャーだけでなく、彼が指揮したヨークタウンが同海戦で果たした役割についても、過小評価の傾向にあることです。ヨークタウンの航空隊は、米空母で唯一ライバク同時攻撃に成功しており、10時20分頃の3空母飛弾は、このライバク同時攻撃に、エンタープライズ SBD 隊の攻撃が重なった幸運によってもたらされた結果でしたが、執筆年代の古い著作では、 ホーネット第8来撃飛行隊とエンタープライズ第6来撃飛行隊が、冷戦隊を低空に引きつけた後、エンタープライズ SBD 隊が、航空からの急降下爆撃に成功したと描かれてきました。ミッドウェー海戦に至る経緯についても、エンタープライズとホーネットによって行われたドリットル空襲により、日本海軍が MI 作戦を決意した、あるいは MI 作戦が請求に実施される運びとなったとする解説が多くなされます。 しかし、動画「ドリットル空襲3」および「ミッドウェー海戦1」などで繰り返し述べてきたように、MI 作戦は、上陸予定日など作戦の根幹部分は、ドリットル空襲以前にすでに決定済みであり、この空襲による変化は、陸軍一機主隊の参加など、ごく一部にすぎませんでした。日程を見れば、山本 GF 司令部に MI 作戦を決意させたのは、ドリットル空襲ではなく、 3月10日、レキシントンとヨークタウンによって行われた、来サラモア空襲の可能性が最も高いと考えられます。さらに、ヨークタウンはレキシントンとともに、3五回海戦で、護航戦に損害を与え、結果、2隻の日本空母が MI 作戦に不参加となった経緯も合わせると、ヨークタウンの活躍がミッドウェイ海戦に与えた影響は、エンタープライズよりはるかに大きなものであり、ヨークタウンの存在意義についての一部米側著作の過小評価は、 かななり不可解なものですおそらくは、スプルアンスやハルゼーが終戦まで指揮官として第一線で活躍したのに対し、フレッチャーはソロモンの戦いの初期に、キングに更迭されて姿を消し、また、エンタープライズが何度も損傷を受けつつ、終戦まで活躍したのに対し、ヨークタウンはミッドウェイ海戦で沈没したことなどから、フレッチャーやヨークタウンを主役とした物語より、スプルアンスとハルゼー、そして、ー エンタープライズを主役とした物語の方がより好まれるという事情があるのでしょう。しかし、こうした大衆受けする物語は、日本側の運命の5分間などと同様、米側のカバーストーリーとでも言うべきものであり、史実に忠実とは必ずしも言い難いものです。実際には、ヨークタウンの参加した第サラモア空襲と35回回戦は、エンタープライズの参加したドーリットル空襲より、はるかに大きな影響を ミッドウェー海戦の結果に与えました一方日本側の人物をミッドウェー海戦の敗因と関連付けて再評価するのであれば同海戦敗北の最大の責任者として連合艦隊司令長官山本五十六大将を論ずることは避けて通れないでしょうミッドウェー海戦の敗因は多岐にわたりますがその中でも山本長官以下 GF 司令部による MI 作戦のずさんな計画内容は とりわけ致命的な意味を持つものでした戦略的奇襲の成功を前提に作戦を立案し事前作敵を軽視したことや戦艦部隊を無意味に後方配置したことなど MI 作戦の問題点は多く指摘できますが特に問題だったのは戦力の分散でしたさらに重要なのは山本 GF 司令部による空母戦力の分散は MI 作戦以前に MO 作戦でも行われたという事実です MO 作戦では使用可能な6隻の中大型空母のうち2隻しか投入しなかった結果、サンゴ海海戦で昇格が損傷してヨークタウンを取り逃がし、MI 作戦では使用可能な8隻の空母のうち4隻のみで機動部隊を編成し、ミッドウェー海戦で米軍航空戦力に対して量的劣勢となり、ついに大敗しました。つまり、ミッドウェー海戦の大敗は 二度にわたる戦力分散の積み重ねとして生じたものでしたニミッツによるミッドウェート上の機敏な戦力集中と比較した場合優勢な航空戦力を持ちながら漫然とそれを分散した山本長官以下 GF 司令部の責任は極めて重大なものです山本長官の問題は自らの辞任をちらつかせてまで実行したやむあい作戦においてずさんな戦力分散により 大敗という結果を招いたことだけでなく、その敗北について何ら責任を取ろうとしなかったことです。よく知られているように、ミッドウェー海戦の敗北は、日本海軍によって隠蔽が図られ、その敗北の全容が国民に知らされることはありませんでした。日本海軍において、各艦隊の司令長官は、進歩職と呼ばれる天皇の信任式を経て任命されるポストであったため、海軍の内部で、 艦隊司令長官を極秘に処分することは不可能であり、この結果、本来であれば鋼鉄が不可避だった山本長官と南雲中将は敗戦後もその地位にとどまり続けることになります。あえて皮肉な言い方をすれば、日本海軍の隠蔽工作の最大の受益者は、山本長官と南雲中将だったことになります。山本長官が南雲中将より悪質だったのは、隠蔽工作によって、自らの責任が問われないことを良いことに。 参謀たちの更迭すら行わないまま、連合艦隊司令部に座り続けたことです。ミッドウェー海戦の後、機動部隊司令部が、南雲中将と参謀長の草加少将を除く全スタッフを入れ替えたのに対し、GF 司令部では、そのような移動は全く行われず、MI 作戦を主導した黒島首席参謀、渡辺専務参謀ら、山本長官の個人的信任の厚い参謀たちは、 1943年4年月の山本長官選手まで、GF 司令部ににままることになります。山本 GF 司令部が人事刷新を行わなかった弊害は、まず、第1弾作戦終了後には行われた GF 司令部主催の事後研究会が、MI 作戦については一度も行われず、その結果、ミッドウェー海戦の敗因のうち、作戦面の問題については、研究がほとんどなされないという形で現れました。 事後研究会を実施しなかったことについて、黒島主席参謀は、戦死総書の取材に対し、皆が十分反省していることでもあり、屍に鞭打つ必要がないと考えたからだと答えています。しかし、黒島参謀は戦後、東京裁判出廷の際の資料とすると称して、鵜垣まとめ参謀長が残した日記、戦争録を遺族から借り出し、その一部を処分するなど、自らに不利な歴史資料の隠滅を図った経歴の持ち主であり。 MI 作戦の研究会を開催しなかった彼の意図が MI 作戦の作戦面の問題についての批判や追及を交わすことにあったと考えることはさほど無理のある推論ではないでしょうこの結果ミッドウェイ海戦の失敗は戦術面に関してはかなり先訓化されたものの作戦面に関しては何が問題だったのかすら不明確なまま以前と同じスタッフによって作戦が立案され続けることになりますなお 山本長官の評伝など、一部著作では、山本長官本人は、MI 作戦を望んでいなかったにもかかわらず、本人の意向に反する形で、GF 参謀主導で作戦が立案され、実施されたとする出張がまれに見受けられます。しかしそもそも、参謀が20人前後の GF 司令部で、長官の意に全く反する形で、作戦が立案実施される可能性は極めて低く、なおかつ、MI 作戦終了後に、 参謀の鋼鉄が全く行われていない点も考慮すると、こうした主張に合理的根拠は全くないと言ってもよいでしょう。敵が自らの願望通りに行動してくれない場合の代替手段があまり考慮されていない作戦内容、自らの辞任をちらつかせて、軍令部に作戦を了承させる恫喝的手法、ずさんで恣意的な頭上演習など、MI 作戦には、ハワイ作戦との共通点が多く見られ、MI 作戦の失敗を、 山本長官の責任でなないと出張するならハワイ作戦の成功も山本長官の功績ではないという結論を取ることが妥当でしょう結果的にミッドウェー海戦敗北の責任を押し付けられたのは司令長官の南雲中将と参謀長の草加少書を除く機動部隊司令部の参謀たちでしたその中でも GF 参謀たちが責任転嫁の主な対象としたのは 航空参謀の源田中佐だったと思われます。動画「ミッドウェー海戦1」及び「2」で紹介した渡辺康二 GF 参謀の証言集の中で渡辺中佐は複数回にわたり「源田中佐」を名指しで批判し初戦の成功で傲慢になった源田中佐が半数の艦上機の雷装待機を支持した連合艦隊の命令を破ったことがミッドウェー海戦の敗因であると出張しています。これに対し源田中佐は、 戦後に出版した回顧録、海軍航空隊始末期の中で、自らの戦術的ミスを認めた上で、後に米軍の反攻拠点となる南太平洋の島々の方が、ミッドウェー島より戦略的重要性が高かったという理由から、MI 作戦より FS 作戦を優先すべきだったと指摘しています。また、MI 作戦を1ヶ月延期すれば、消火・崩い費用の3隻が参加可能だったという理由から、作戦時期も不当だったとし、さらに、 敵艦隊の撃滅を目的とするなら、すべての戦力をそれに振り向けるべきであったとして、第四航空戦隊を AL 作戦に分散させたことを批判しています。久坂少将の回顧録にも、作戦準備期間が極めて不十分だったという作戦面の問題点の指摘はありますが、源田中佐の作戦批判ほど徹底したものではなく、山本長官に面積されて、機動部隊司令部にとどまり続けた久坂少将と、 敗北の責任を負う形で随格飛行長に移動した原田中佐都では、山本 GF 司令部に対する感情に大きな温度差があったことが伺われます。ミッドウェイ海戦をめぐる海軍関係者の証言は、責任転嫁や責任回避を目的として、虚偽や誇張を含む形で他者への批判が行われるものが多く、特定の人物の発言を取り上げる際は、その人物の立場や利害関係など、 発言の背後にああるるな事情を理解する必要があります。こうした GF 参謀たちによる作戦批判の封じ込めや責任転嫁にもかかわらず、山本長官の権威は大きく失墜したようです。当時、軍令部第1部第1課に勤務していた高松の宮の日記には、ミッドウェー海戦敗北後の GF 司令部について、連合艦隊司令部おとなしく従順になり、 軍令部の案通り通商破壊戦その他につき伝令を次々に出しているという記述が残されています淡々とした客観的記述の中に突然現れるこの霊障的な一文はハワイ作戦の成功によって増長した挙句 MI 作戦の失敗によって一気に意気消沈した GF 司令部に対する軍令部の冷ややかな視線をうかがわせるものです自らの辞任をちらつかせてまで強行した MI 作戦で大敗しなおかつ その敗北について何ら責任を取ろうとしなかったことで、山本長官の海軍内での発言力は大幅に低下し、以降、GF 司令部は作戦の主導権を完全に失います。こうした山本長官の評価を一変させたのが、1943年4月の海軍工事件でした。 後続家族以外の者としては初めて国葬に付され、これ以降、GF 司令長官として彼が犯した数々の失敗とその責任はうやむやにされ、敵団に倒れた悲劇の名称として、海軍だけでなく、マスメディアも巻き込む形で、極端な偶像化が図られることになります。戦時中、陸海軍やマスメディアによって偶像化された多くの軍人が、戦後は一転して顧みられなくなったのに対し、山本長官の偶像化は、 戦後もなお続けられたという点に特徴があります。こうした戦後も続けられた山本長官の偶像化という作業の象徴的著作として作家阿川宏行氏の表伝小説「山本五十六」が挙げられます1965年に出版されたこの小説で阿川宏行氏は三国同盟や日米海戦に反対し航空機についても高い見識を持った悲劇の名称として山本長官を描き上げここで描かれた 海軍良識派としての山本長官の姿は、今日まで続く山本長官の通俗的イメージの基礎となるものでした。ただ、史実の正確な把握という観点で評価すれば、この評伝小説には、ハワイ作戦以降、MI 作戦に至る GF 司令部と機動部隊司令部の関係について、取材対象が GF 参謀に偏り、彼らの証言について、十分な裏付け取材がなされないまま。 それが事実として描かれていいるという問題がありますこの評伝小説にはハワイ作戦の際、ヒトカップ湾を出撃した機動部隊が真珠湾への航路の途中、外国船と遭遇したというエピソードが紹介されていますが、機動部隊関係者の記録や証言は、懸念されていた外国船との遭遇は一切なかったとするものばかりで、阿川氏の小説の描写を真っ向から否定するものです。1989年に 選手研究者の北澤紀孝氏からこの疑問を問われた阿川氏はこのエピソードは渡辺康次 GF 専務参謀の話を裏取りなしにそのまま採用したものであることを認めています渡辺専務参謀は山本長官の個人的信任が厚く長官が愛人河合千代子と密会する際は密会場所の確保とそこへの長官の送迎を頻繁に行うなど長官の行使両面を極めてよく知る人物であったため 阿川氏が山本五十六を書き上げるにあたって不可欠の情報源として機能しました海軍三家の美学に収録された渡辺専務参謀のミッドウェー海戦についての証言が虚偽や誇張の多く含まれたものであることはこの動画シリーズでたびたび指摘してきましたが既に指摘したいくつかの証言以外にも機動部隊が400機も艦上機を保有していながら二段作敵を行わなかったという機動部隊司令部に対する批判が存在します もちろん、機動部隊が400機の艦上機を保有していたのはハワイ作戦だけであり、250機未満の艦上機で、優勢な米軍航空戦力と対峙し、大敗したのがミッドウェイ海戦の実情でした。渡辺専務参謀のミッドウェイ海戦に関する証言は、MI 作戦自体が敵の待ち伏せを考慮せずに立案され、そうした前提で、2度の図演を行った事実には一切触れず、機動部隊の戦力を誇張するなど、 敗北の責任を GF 司令部から機動部隊司令部に転嫁しようとする点において一貫したものです。阿川氏の小説の開戦以来の機動部隊の動向に関する描写は、利害の対立する一方当事者の発言を十分な裏付け取材を行わないまま、事実として描いた可能性が極めて高いものであり、これを歴史についての著作として見るなら、極めて問題の多い著作と言わざるを得ないものです。もちろん、 阿川氏の山本磯六はあくまで小説であり、事実誤認や客観性の欠如だけをもって、その文学的価値までも否定されるものではありません。しかし、史実の正確な把握という観点からは、今日この著作を積極的に評価する理由は皆無であり、文学者阿川博之の学調高い文章芸を堪能するための、ファンタジー小説として割り切って読むくらいが、おそらくは適当でしょう。一方、米側では、 ミッドウェー海戦敗北の最大の責任者を山本長官とする著作はさほど珍しいものではありません1984年に出版されたミッドウェーの奇跡はミッドウェー海戦における山本長官の重大な責任を指摘した著作の最も初期のものです著者ゴードン・プランゲ氏は GHQ 歴史家のスタッフとして日本での長期滞在経験があるものの日本語には必ずしも精通しておらずまた 淵田光雄氏と信仰が深かったため、ミッドウェイの奇跡の記述は、淵田氏の著作の強い影響を受けており、海戦の具体的経緯についての記述は、今日から見れば不十分なものです。しかし、プランゲ氏は、淵田氏に強い影響を受けた海戦経緯を語った後に、敗北の最大の原因は、AL 作戦などに空母戦力を分散させた点にあると指摘し、この戦力分散を実施した山本長官の責任は、 ナグより重大であると結論付けています一方、この動画シリーズで、主な参考資料として用いた、ジョナサン・パーシャル氏とアンソニー・タリー氏の著作、シャッタード・ソードの出張は、もう少し複雑なものであり、山本 GF 司令部による戦力分散は、長官の個人的資質というより、日本海軍の文化的伝統に起因するという立場です。 シャッター・ドソードが例として挙げるのが、ショウ・作戦、つまりレイテ沖海戦時の戦力分散です。レイテ沖海戦時の日本海軍は、レイテ沖の米輸送船団攻撃という単一目標を持つ水上艦部隊を最終的には、栗田艦隊、西村艦隊、島艦隊の3つに分散させ、レイテ沖に向かわせました。豊田ソ m GF 司令長官の下で行われたこの戦力分散を踏まえれば、ミッドウェイ海戦時の戦力分散も、 山本長官の個人的意思の表れというよりは、軍縮条約の制限下で、英米より劣勢な戦力で、多くの任務を同時実施せざるを得なかった、日本海軍の文化的伝統の表れだったのではないかというのが、パーシャル氏の考えです。しかし、山本長官と南雲中将の責任関係については、パーシャル氏も、開戦当日の機動部隊司令部の混乱の多くは、山本 GF 司令部の作戦レベルの判断ミスに起因すると指摘し、プランゲ氏同様、 山本長官の責任の重大さを強調する立場ですこれに対し日本側著作ではミッドウェー海戦敗北の最大の責任は多くの場合南雲中将に求められ山本長官の責任については言及が回避されるものが目立ちますミッドウェー海戦は作戦準備段階でニュミッツがミッドウェー島に戦力を的確に集中したのに対し山本長官が戦力を漫然と分散させたことに 勝敗の最大の分岐点がありましたが、日本側著作では、ニミッツと山本長官の対比は極力回避され、南雲中将の戦術レベルの判断ミスのみに、ひたすら批判のフォーカスを当てるか、あるいは、ニミッツの作戦レベルの努力を称えつつも、日本側の敗因を南雲中将の戦術レベルの判断ミスに求めるという、珍妙な論理構成を取るものがほとんどです。自らの辞任をちらつかせて MI 作戦を強行したにもかかわらず、 大敗を喫失した後も、GF 司令部の人事刷新すら行わず、機動部隊参謀に責任を押し付け、GF 司令部に居座り続けた問題についても、こうした事実に一切触れないばかりでなく、敗北の責任者である南雲中将を更迭しなかったのは、山本長官の温情的配慮であるとして、山本長官の人間性賛美に強引に結びつける的外れな論評ばかりが多く見受けられます。こうした傾向は、日本人作家の著作だけでなく、 海軍関係者の著作や発言にも共通するものであり、そのうちのいくつかは、山本長官を偶像化するため、意図的に彼への批判を回避しているとみなし得るものです。亀井宏氏の著作「ミッドウェー戦記」は、海軍関係者へのインタビューによって、ミッドウェー海戦を作戦計画段階から海戦終了に至るまで辿ったろ作ですが、多くのインタビューの中でとりわけ興味深いのは、 戦総書43巻の主な執筆者である元海軍中佐角田仁志とのやり取りです角田氏はここで亀井氏に対し山本長官と黒島参謀のコンビは海戦の常識を覆した結出した存在であり MI 作戦も決して間違った作戦ではなかったと評価しミッドウェイ海戦敗北の責任は全てとまでは言わないがなぐも中将が負うべきものであると述べています 動画ミッドウェー海戦10で述べる予定ですが、角田氏は、戦死総書の執筆者として、機動部隊幹部の虚偽証言と対峙し、その虚偽性を暴いた人物であるため、機動部隊幹部に対する評価が厳しくなるのは、やむを得ない側面があります。しかし、同時に戦死総書は、GF 司令部の作戦準備過程でのずさんさや、米空母待ち伏せの可能性を、GF 司令部がほとんど考慮していなかった点も指摘しており、 そうした事実を承知の上で、亀井氏に対して、山本 GF 司令部の作戦指導を賛美して見せる角田氏の発言は、山本長官を偶像化するため、意図的に評価を歪めたと返さざるを得ないものです。江田島の海上自衛隊教育参考官には、日本海海戦時の連合艦隊司令長官だった東郷平八郎、トラファルガーの海戦でイギリス艦隊の指揮官だったホレイ・ショーネルソンの威発とともに、 山本長官の威発が現在も収められています。これは戦後も続けられた山本長官の偶像化が一部の海軍関係者や出版関係者によって個人的に行われたものではなく相当数の海軍関係者の合意のもとに組織的に行われたものでありしかもそれが現在もなお継続中である事実を示すものですミッドウェー海戦について史実の正確な把握を妨げている日本側のカバーストーリーは 淵田光雄氏の運命の5分間でもなく、山口多聞少将の意見具心でもなく、悲劇の名将、山本五十六という虚偽の物語ではないか。あるいは、ミッドウェイ海戦についての日本側著作の人物評価の不自然なまでの歪み具合は、初戦敗軍の将に過ぎない山本長官を、東郷ネルソン並みの名将として祭り上げたことの弊害ではないのか。さらに 巷にあふれる山本長官を来賛する評伝本も、山本長官に好意的な文章を書く作家には、取材協力を優先的に行い、批判的な文章を書く作家には、取材協力を行わないという形で、海軍関係者がメディアコントロールを行った結果ではないのか。この動画シリーズの作成の過程で、動画制作者が強く感じた疑問は以上のようなものです。 山本長官にまつわるさまざまなカバーストーリーの中でもミッドウェー海戦の理解にとりわけ大きな影響を与えているのが山本長官の航空機に関する見識の過大評価です。戦死総書も含めた多くの日本側著作では山本長官が航空機について極めて高い見識を持っていたことは自明の前提とされ海戦において空母とその搭載機が果たす役割について南雲中将を含めた機動部隊関係者より 正確なな認識を持っていたかのような記述が多く見られますしかし、この動画シリーズで繰り返し述べてきたように、MI 作戦の計画内容は、基地航空隊の行動圏外にあるミッドウェー島を攻略目標に選定し、使用可能な8隻の空母のうち4隻だけで機動部隊を構成するなど、海戦以来の各作戦で、航空機が果たしてきた役割の重要性を、山本長官が正確に認識していなかった可能性を強く示唆するものです。 また、海戦当日の山本長官の作戦指導も、4空母すべてを創出した機動部隊に対し、野戦による敵空母捕捉を強要しようとするなど、海戦で空母が果たす決定的役割についても、正確な認識が全く欠けていたと考えざるを得ないものです。ミッドウェイ海戦で山本長官が露呈した航空機についての不見識は、山本長官の航空機に関する見識について、これまで語られてきたエピソードに。 何らかの虚偽が含まれてていた可能性を極めて濃厚に示唆するものです山本長官の再評価に必要なのは、名称でなければ具象であるというような、安直なレッテル張りでもなく、航空守兵論者か対韓巨法主義者かといった、言葉の定義すら曖昧なままの二項対立のいずれかに彼を位置づけることでもなく、事実に即して、山本長官の航空機に関する見識が、具体的にどのようなものであったかを再検証していく作業だと思われます。 山本長官の航空機に関する見識を再検証するには1921年から22年にかけて開催されたワシントン海軍軍縮会議に遡る必要がありますこの会議で決定された軍縮条約により日本海軍は戦艦空母など主力艦について英米海軍の6割に保有量を制限されます日本海軍はこの結果生じた主力艦の劣勢を埋めるべく 特型駆逐艦を典型とする補助艦艇の増強に力を入れるようになります山本磯六大佐が霞ヶ浦海軍航空隊に着任し航空分野での経歴を開始したのは軍縮条約締結から約3年後の1925年でしたそれまで2度の海外駐在を挟み教育本部や海軍大学などで経歴を積み上げてきた山本大佐が航空部隊に着任したのは 航空機の将来性に着目した本人の希望だったとされています。動画「マレー沖海戦2」で述べたように、米海軍が航空部隊指揮監督母艦長を航空機搭乗員より選抜することを法制化したのが1926年であり、これを受け、アーネスト・キングが48歳で飛行学校に再入学し、搭乗員資格を出得したのが1927年であることを考えると、1925年に、 航空機の将来性に着目し、自ら進んで航空部隊に転任した山本大佐が航空機の将来性について極めて進歩的な思考の持ち主だったことは疑う余地がありません。日本海軍航空の大きな転機となったのは巡洋艦、駆逐艦、潜水艦など補助艦艇の保有も制限した1930年のロンドン海軍軍縮条約でした。これにより ワシントント条約以降、補助艦艇の増強に注力してきた日本海軍は方針転換を余儀なくされ、水上戦力の劣勢を補うため、条約の制限を受けない航空分野にリソースを集中することになります。海軍の航空行政を担当する航空本部は、航空本部長、松山茂少将の下で、陸上基地から運用する双発以上の大型雷撃機の実用化に尽力。 1930年12月に航空本部技術部長に着任していた山本少将も加わっての試行錯誤の結果、ついに1935年には、後の96式陸航の初飛行に成功します。ワシントン・ロンドン両軍縮条約の制限を受け、航空分野に活路を求め、陸上来撃機の開発実用化に至ったこの経緯は、海軍航空隊を理解する際、極めて重要なものです。まず重要なのは、 この時期の日本海軍において航空機を重視することは戦艦を海戦の主役と考えることと何ら矛盾しなかったという点です軍縮条約により水上艦の劣勢を補う手段として当時発展途上にあった航空分野にリソースを集中するのはこれ以外に選択肢のないごく当然の選択でありむしろ戦艦を海戦の主役と考える人ほど戦艦の劣勢を補完するための手段として 航空機の戦力化に期待するという図式が成立するのが当時の日本海軍の置かれた状況でした次に重要なのは陸上基地より運用する陸軍を戦力化した結果アメリカでは陸軍航空隊と海軍の間で生じた対立の火種を海軍内部に抱える結果となった点ですアメリカでは1920年代初頭ウィリアム・ミッチェル米陸軍巡将を中心に空軍独立論や戦艦不要論が活発となり 米海軍がこれに反発する形で、海軍航空隊を独自に発展させた経緯については、動画「マレー沖海戦2」にで述べました。米海軍の航空隊は空母艦上機が主役だったため、ミッチェルとの決別後は、航空部隊と水上艦部隊の間に深刻な対立を抱えることはありませんでしたが、基地航空隊を主要戦力として位置づけた日本海軍は、いわゆる航空主兵論者と対艦巨砲主義者の対立を内部に抱えることになります。 こうした日本海軍の航空重視の状況下で、1935年12月、山本中将は航空本部長に就任します。しかし、就任後間もない1936年1月、日本海軍は、軍縮会議からの脱退を通告、条約が執行する1937年以降に向け、戦艦の心臓計画をスタートします。十数年ぶりの戦艦の心臓は、戦艦と航空機への予算配分をめぐり、 いいわわゆゆるる対対艦巨峰主義者といわゆる航空兵論者と論の対立を引き起こします1936年は九六式立航が正式採用された年でもあり700回りの行動半径を持つこの単要引き込み客の全金属製機はいわゆる航空主兵論者をして戦艦は過去の異物にすぎず戦艦建造に使用される予算は航空分野の発展のために使用されるべきであるという過激な主張をなさしめるものでした。 山本中将も航空本部長として、大和型戦艦2隻の献艦を中心とする丸三計画に反対しており、また、当時、大和型戦艦の設計に当たっていた福田啓示造船大佐に対し、君たちは近いうちに失職するよと軽口を叩いたことは有名です。このエピソードは、山本長官の評伝では、必ず紹介されるものですが、後に述べる理由から、これをもって山本長官を航空主兵論者と断定することには、 かなり問題ののあるものです1936年12月、山本中将は長野海軍大臣の下で海軍次官に就任。1937年2月、広田内閣の退陣と林内閣の成立に伴い、海軍大臣は長野大将から与内大将へと交代しますが、山本次官は留任します。このの内大臣山本次官のコンビは 平沼内閣が退陣する1939年8月まで継続し、このコンビによって、日独伊三国同盟締結への反対が行われたことは、阿川氏の海軍小説などでもよく知られた事実です。しかし、山本長官の評伝でほとんど指摘されないのは、与内大臣山本次官体制下で、大和型3・4番艦の建造を含む丸4計画が承認され、予算化されている点です。このの点に触れているのが 1982年に井上重義電機管公会より出版された著作「井上重義」ですこの著作が丸四計画に触れているのは新軍備計画論で航空主兵論者として紹介されることが多い井上重義が少々時代軍務局長として大和型34番艦の予算化に積極的に関与している矛盾を説明するためです軍務局は海軍の編成とその予算化に 大きな権限を持つ海軍省の部局であり、軍務局長である井上少将は、マル計画を取りまとめ、米内海軍大臣らの承認を得て、県間計画を予算化する立場でした。当時、軍令部第1部第1課に勤務していた山本千下を中佐は、井上軍務局長がマル計画の概要説明のため、米内大臣と山本磯六次官のもとに出向いた際、軍令部の計画事務者として井上軍務局長に同行しました。この際、 計画内容の説明を受けた与内大臣から、航空分野の拡張が小さいので、もう少し増大できないかという趣旨の質問があり、回答者として山本千佳を中佐が指名されます。航空出身者である山本中佐は、現状ではこれ以上の拡張は無理だが、戦艦の建造をやめ、そのリソースを航空に回せば、さらなる拡張の余地があるという趣旨の従来からの持論を述べますが、与内大臣は、それは困る、これでよかろうと。 計画案をあっさりと承認してしてままいます同席しているはずの山本磯六次官の発言や反応は記載されておらず、与内大臣の決定に特に異論などはなかったようです。電気観光会の著者は、1938年に行われたこのやり取りをもって、1937年頃から航空主幣論のアイデアを持っていたとする井上重義本人の戦後の発言に疑問を呈し、 新軍備計画論に盛られた航空守兵論のアイデアはおそらく井上本人のオリジナルではないだろうと推論しています。これと同様の推論は山本長官を航空守兵論者であるとする出張に対しても適用可能でしょう航空本部長時代に丸三計画に反対しながら転換計画に大きな影響を及ぼし得る海軍次官時代に何の異論も述べずに丸四計画を許可しているのは結局のところ彼の戦艦不要論は 航空分野へのリソース拡大を出張しなければならない航空本部長という立場からの単なるポジショントークにすぎず航空機と戦艦の将来性について確固たる意見を持っていたわけではないと考えるのが適当でしょう同時にまた造船技師相手の軽口を持って山本長官を航空守兵論者であると出張しながら海軍次官という軍政の要職にありながら特に異論も述べずに丸4計画を承認している点について 一切言及なしで済まそうとする山本長官関連の多くの評伝は山本長官を偶像化するため極めてご都合主義的な情報の取捨選択を行っていると言わざるを得ないものです1939年8月30日山本中将は連合艦隊司令長官に就任9月1日には連合艦隊機関戦艦長門に着任します GF 時代の山本長官の経歴で 航空機に関して最もも重要なものはハワイ作戦つまり真珠湾攻撃です軍令部の反対を押し切り空母6隻を集中投入して行われたこの作戦は太平洋戦争の全作戦の中で最も大きな戦術的成功を収めた作戦であると同時に山本大将の GF 長官としての名声を不動のものとし航空機についての彼の卓越した見識を印象付けるものでした。 しかし、大成功を収めたこのハワイ作戦においても、山本長官の航空機の見識について、従来の通説に疑問を生じさせる点が存在しないわけではありません。最大の疑問は、ハワイ作戦が当初、片道攻撃として構想されていたという点です。これは、一航艦航空参謀・源田中佐の証言によるもので、1941年2月初め、大西滝次郎・少将から見せられた山本長官の手紙は、 航の戦航戦の行うとという内容だったとするものですより具体的には、空母の損耗を回避するため、通常より遠距離から来撃機を発艦させた後、空母は直ちに反転してハワイから離れ、搭乗員の回収は駆逐艦などで行うというものであり、これが実施されていれば、来撃機はすべて失われ、搭乗員も相当数が未期間となることが確実なアイデアでした。 この初期案は大西少将と源田中佐によってハワイから200回り程度まで空母を接近させ艦爆も使用するという成功法に修正されたというのが源田中佐の証言ですこの片道攻撃については山本長官の手紙を見た人物が大西少将と源田中佐しかいないため証言の裏取りが不可能であるという問題があります同時期に 山本長官が及川小四郎海軍大臣に宛てた軍備に関する意見では、1航戦と2航戦の全戦力をもって、全滅覚悟で攻撃するという記述があり、かなりの損害を想定していたことは確かですが、片道攻撃を実施するつもりであったかまでは確かではありません。しかし、機と機体を放棄して搭乗員のみを救助するという片道攻撃の対応は、 動画「真珠湾攻撃4」で述べた特別攻撃隊の5隻の公表的の作戦とほぼ同様のものである点は見逃すべきではないでしょう。山本長官の特別攻撃隊に対する態度は、搭乗員の生還確率の低さを懸念し、慎重な作戦を支持する一方で、1941年8月には、訓練中の特別攻撃隊の全搭乗員に対して訓示を行うなど、公表的による真珠湾の米主力艦攻撃に。 大きな期待を抱いていいててたと思われる行動も取っています山本長官にとってのハワイ作戦の初期構想が使用可能な全戦力を投入しての片道攻撃だったとすれば公表的投入に積極的に見えるこうした行動も矛盾なく説明可能ですもし源田中佐の証言が事実だった場合山本長官はたった一度の真珠湾への攻撃によって米側が戦意をたちまち喪失し 航空機と搭乗員の大量喪失が問題とならないほど短期間に戦争が終結するという極めて楽観的な見通しを持ってハワイ作戦を実施したことになります。また攻撃の成否にかかわらず海戦壁頭に航空機と搭乗員を大量喪失する点からは太平洋でその後繰り広げられる航空消耗戦について山本長官が先見性を完全に欠いていたことが推測できます。 動画インド洋作戦3で述べたように、山本長官は、船舶需給の問題からハワイ攻略が不可能であることを、軍令部にたびたび指摘されても、なおハワイ攻略に執着するなど、総力戦的視野の欠如という点において、他の海軍首脳と同様の問題を抱えていました。ハワイ作戦をめぐるもう一つの疑問は、空母6隻の集中使用が、結局この作戦のみで終わった点です。 この動画シリーズで繰り返し述べてきたように、山本長官は MO ・ MI 両作戦で、立て続けに空母戦力分散の具を犯し、特に MI 作戦においては、過去最大の戦力を動員しながら、機動部隊には、ハワイ作戦時の約6割の航空戦力しか配備しないまま、優勢な米軍航空戦力と対峙させ、大敗という結果を招きました。従来、通説的に言われてきたことと異なり、MI 作戦時点での山本長官に、 太平洋戦争における空母とその航空機の役割について正確な認識が欠けていたことはほぼ確実でありハワイ作戦への6隻の空母投入が空母集中使用の重要性を認識した上で行われたものではないことは明らかですそもそも日本海軍における空母集中使用の始まりである1941年4月の1航艦編成は前年6月の小沢治三郎少将による吉田海軍大臣への意見書 航空艦隊編成に関する意見がきっかけでした小沢少将の戦後の証言によると、当初小沢少将は山本長官に意見具心したものの、長官が消極的な反応しか示さなかったため、吉田海軍大臣への意見書提出に及んだとのことであり、このエピソードからも空母集中使用の重要性の認識が長官に欠けていたことが確認できます。では なぜ山本長官はハワイ作戦だけ例外的に空母集中仕様にこだわったのかという疑問が生じますヒントとなるのはハワイ作戦に次ぐ空母戦力が投入されたインド洋作戦ですハワイ作戦以降機動部隊の空母はウェークラバウルダーウィンなど各地に空襲を行いましたがそれらの空襲はすべて4隻以内の空母で実施されたのに対しインド洋作戦には 修理中の加賀を除く3つの航空戦隊の空母5隻が投入されましたハワイ作戦とインド洋作戦の共通点は港湾に在泊する敵主力艦を空母艦上機で空襲する作戦として立案された点です動画「インド洋作戦」シリーズで述べたようにインド洋作戦は当初コロンボとトリンコマリーを同時に空襲し在泊するイギリス東洋艦隊主力を撃沈することを目的としていましたが暗号情報によって イギリス側に攻撃を事前察知された結果、正論を機回戦が発生しました。こうした共通点を考慮すれば、山本長官は、機動部隊のさまざまな能力の中で、敵主力艦を港湾在泊中に撃沈可能である点のみに、機動部隊に大きな価値を見いだし、そうした任務の時に限り、使用可能な全空母を集中使用したと推測できます。さらに、港湾在泊中の敵主力艦攻撃を行わない MI 作戦には、 空母を集中投入する必要はなくミッドウェー島攻略後に出現する可能性のある米主力艦にはヤマト以下主力部隊の戦艦隊が対峙しこれを撃破する構想だったとみなせば空母の分散や戦艦部隊の後方配置など MI 作戦をめぐる不可解な問題はほぼ矛盾なく説明可能です。戦士総書をはじめ多くの日本側著作は山本長官がいわゆる航空主兵論者であることを自明の前提としたため 莫大な燃料を消費する戦艦部隊の出動とその後方配置を合理的に説明できていませんが山本長官の空母に関する見識が不十分かつ不正確なものであり彼が海戦の主役を戦艦と捉えていたとみなせばこれらの説明はさほど困難なものではありませんハワイ作戦の初期段階において艦上機と搭乗員の大量喪失を伴う片道攻撃を構想していた山本長官が他方 戦艦をいかに貴重な戦力と捉え、その温存を図ったかは、ミッドウェー海戦の約2か月後に発生するガダルカナル島の戦いに明らかです。米軍のガダルカナル島上陸直後に内地を出撃し、トラックに進出した連合艦隊機関、戦艦ヤマトは、旧式の混合型4隻が飛行場砲撃などに繰り返し投入されたのに対し、山本長官の戦士まで一度も前線に出撃することがないまま、トラックに停泊するだけでした。 こうした温存策は、1943年1月にトラックに到着した大和型2番艦、武蔵に関しても同様であり、米海軍がノースカロライナ級やサウスダコタ級の新造船艦を惜しみなく前線に投入したのに対し、著しい後退証をなすものでした。おそまきながら、大和型戦艦を使用した作戦が立案されるのは、山本長官が戦死し、 小上一大将が GF 司令長官に就任した1943年後半以降のことになります結局のところ、山本長官は、海軍次官時代には、大和型3、4番艦の予算化に積極的に関与し、GF 長官時代には、大和型戦艦の温存に終始したというのが実像であり、その行動から、いわゆる航空守兵論者、あるいは戦艦不要論者としての見識を伺うことはできません。 山本長官を、いわゆる航空守兵論者として描く著作は、こうした事実には目をつぶり、航空将校への訓示、造船技官への軽口、果ては小学生に宛てた手紙の内容など、行動を伴わない山本長官の言葉のみを根拠に、彼の航空機に対する先見性を称賛するものであり、いずれも長官の偶像化を目的としたカバーストーリーとしか表し得ないものです。事実に即して 山本長官の戦艦と航空機に関する見識を表するなら、航空機の将来性に早くから着目し、その戦力化に尽力したことは確かではあるものの、日米開戦以降は、空母航空部隊が果たす重要な役割について、ミッドウェー海戦まで正確な認識がなく、むしろ戦死するまで、新型戦艦の温存に固執するなど、太平洋戦争の航空戦の実態の正確な把握という点で、かなり問題を抱えていたという結論になります。 山本長官の航空関連の見識で重要なのは航空機について先見性を持っていたことは太平洋戦争における航空戦の実態を正確に予見していたことを意味しないという点ですこれは大和型戦艦の嫌韓に反対し航空分野へのリソース集中を求めたいわゆる航空主兵論者にも言えることです太平洋戦争の航空戦の様相がいわゆる対艦巨峰主義者にとって 想定外のものもだったことはよく知られていますが実際には航空機の重要性を兼ねてから主張していた航空守兵論者にとっても完全に想定外のものだったことはあまり指摘されない事実です航空守兵論者対対艦巨構主義者という構図は多くの海軍関連著作に登場しますがこの構図に基づいて太平洋戦争の敗因を語ること自体がそもそもいくつかの問題をはらんでいることをあらかじめ理解する必要があります まず最初に指摘する必要があるのは、航空守兵論者対対艦巨峰主義者という対立の構図そのものが、日本海軍に固有のものであるという事実です。すでに述べたように、この対立の構図は、軍縮条約執行後、戦艦心臓と立ッ増強への予算配分をめぐって発生したものであり、アメリカでは1920年代に、 陸軍航空隊と海軍の間に発生した空軍独立論、空軍万能論、戦艦不要論などと呼称される対立と類似したものでした。この事実からうかがえるように、基地航空部隊を主要戦力としなかった米海軍では、このような構図の対立が組織を二分することはありませんでした。もちろん、空母が戦いの中心となるにつれ、航空機に無知な水上部隊出身者が、航空作戦の指揮を執ることに、航空出身者が反発し、 いわゆるブラック州とブラウン州の対立が多く生じたことは事実ですしかしそうした対立は空母部隊の指揮権をめぐる圧力におおむねとどまり日本海軍のように航空戦力拡張を求める声が戦艦不要論と結びついて深刻な組織内対立を招く事態には至りませんでしたもう一つの重要な事実は太平洋戦争における航空戦の様相は対艦巨砲主義者だけではなく 航空兵論者にとっても想定外のものだったという点です。まず1つ目は大型機による感染攻撃の効果が想定外に低かった点です立交による感染攻撃は海戦壁頭のマレー沖海戦では A 主力艦2隻を撃沈するという華々しい戦果を挙げたもののその後はめぼしい戦果のないまま損害だけを増加させていきます特に、に米空母に対する攻撃は、 1942年2月1日のマーシャル諸島空襲および2月20日のラバウル沖航空戦など全く戦果のないままに立航隊が一方的に損害を受ける結果となりましたそしてミッドウェー海戦後のガダルカナル島の戦いでは敵艦船への来撃の度に出撃した立航の過半数が未期間となる大損害を受け立航による日中の航空来撃そのものが見直しを迫られることになりますこうした 大型機による艦船攻撃の想定外の不振は、米側でも同様でした。日米開戦直前の1941年9月以降、フィリピンに配備されたアメリカ陸軍航空隊の B17 は、従来の総発爆撃機を大きく上回る航続距離と爆弾搭載量を生かし、台湾の日本軍航空基地への爆撃はもちろん、フィリピンに接近する日本海軍の艦艇を、ノルデン小銃機を使用した水平爆撃により、撃沈可能だと考えられていました。 B17 の能力に対する陸軍の期待は大きく、陸軍参謀総長、ジョージ・マーシャル大将は、60機前後の B17 があれば、フィリピン防衛は可能であると考え、このような過大評価に基づき、アメリカのフィリピン防衛方針は8月以降、放棄から維持へと転換されます。しかし、B17 の感染攻撃能力は完全に期待外れであり、海戦以降、ミッドウェー海戦までの約半年間に。 日本軍艦艇を全く撃沈でできませんでした B17 の感染攻撃能力の想定外の低さは、真珠湾攻撃による太平洋艦隊戦艦部隊の壊滅、およびマーク14魚雷の欠陥による潜水艦部隊の不振と並び、開戦初期に米軍が想定外の苦戦を強いられた大きな要因となるものでした。大型機による感染攻撃に大きな効果を期待できるようになったのは、 対艦ミサイルなどの誘導兵器出現後のことであり、この時期のものは水平爆撃にせよ、雷撃にせよ、日米の航空関係者の戦前の期待を大きく裏切る結果に終わりました。もう一つは、陸上航空基地が攻撃と防御の両面において空母に劣り、そのため、対戦後半の日本軍陸上航空基地と米空母任務部隊の戦いは、米空母任務部隊の一方的勝利となった点です。 1941年1月、井上重義航空本部長名義で及川海軍大臣に提出された意見書、新軍備計画論に伺えるように、航空主兵論は、戦艦に対する航空機の優位だけでなく、空母の脆弱性と陸上航空基地の優位も出張するものでしたが、実際の太平洋戦争の航空戦は、全く逆の結果に終わったことになります。空母と陸上航空基地が戦う場合、攻撃面では、戦力の集中が。 容易かつ迅速に行える空母が一般的に優位となります空母が移動により、戦力を素早く集中し、風上に向けて高速航行することで、短時間に多くの航空機を発艦可能なのに対し、陸上基地は立地上の制約を受けるため、太平洋の島しょ部に滑走路を複数備えた大規模な前線飛行場は、さほど多く存在しませんでした。また防御面でも 米空母が移動により隠密性を確保し、接近する作敵機をレーダーと航空無線を駆使した近代的艦隊防空システムによって撃墜可能だったのに対し、早期警戒態勢が不十分だった日本軍航空基地は、しばしば米空母艦上機の奇襲を受けることになりました。この結果、米任務部隊と日本軍基地航空隊の戦いでは、当初の飛行場に分散した日本軍航空戦力が、 米空母艦上機の先制奇襲攻撃によって確固撃破され、残存した少数の機体による散発的な反撃も、任務部隊の近代的艦隊防空システムに阻止され、十分な戦果を上げないままに全滅するというパターンが頻出しました。陸上航空基地が空母と互角に戦うには、対空レーダーや長距離哨戒機による早期警戒態勢の確立、各前線飛行場への燃料や爆弾、魚雷の十分な備蓄。 分散した各飛行場間の迅速な情報共有などが必要でしたが、当時の日本軍の技術や補給能力では不可能であり、陸上航空基地をもって空母任務部隊に対抗するというアイデアは、所詮、絵に描いた餅にすぎませんでした。つまり、空母が海戦の主役となるにとどまらず、陸上航空基地までも圧倒してしまった太平洋戦争における航空戦の様相は、対艦巨峰主義者だけではなく、航空主兵論者にとっても、 戦前の予想と大きく食い違う想定外のものでした海軍の航空関係者による戦後の回顧録にはこうした自らの誤算や失敗には触れないまま顔面な対艦巨峰主義者が航空機の重要性を理解しなかったことに戦争の敗因を求める記述が多く見られますしかしミッドウェー海戦までの機動部隊を含めた空母のここまでの活躍が航空関係者にとっても予想外だったことには触れないまま 敗北の責任を水上部隊関係者に押し付けるような発言は、決して客観的ではなく、責任転嫁の意図を多分に含んだものと考えざるを得ません。相対的に見て、いわゆる航空主兵論者の出張が、対艦巨砲主義者より正当なものだったことは事実ですが、ミッドウェー海戦までの機動部隊の活躍は、水雷出身の小沢地三郎少将の意見具疹による一航間編成が最大の契機となっており、機動部隊の活躍を、 航空主兵論者の功績として語るのは事実に反するものです太平洋戦争における空母の活躍が航空主兵論者にとっていかに誤算だったかは史上初の空母対決である三五海海戦について海戦直後にその革新性に気づいた航空主兵論者が誰もいなかったことに表れています一航艦航空参謀ゲン田ミノル中佐は自他共に認める航空主兵論者でしたが彼がミッドウェイ海戦以前に 産後海,海戦に関心を示したというエピソードは皆無であり、むしろ、全くの無関心であったとする証言が多く見られます。こうした原田中佐の振る舞いは、主に GF 参謀たちにより、おごりや満身といったキーワードでもって、ミッドウェー海戦の敗因と指摘されることが多いものですが、空母対空母の戦いが、日本海軍の使命を決することに無自覚だったのは、原田中佐だけでなく、 山本長官も含めた航空守兵論者として紹介されるすべての人物もまた同様でしたこれに対し米海軍の主要指揮官には航空機について戦前から高い先見性を持っていたとおぼしき人物は存在しません合衆国艦隊司令長官アーネスト・キングは航空出身者でしたがサン海海戦やミッドウェー海戦で任務部隊に戦艦を随伴させることをニミッツに提案しています 主に潜水艦部隊で経歴を積み上げてきた太平洋艦隊司令長官チェスター・ニミッツがこれを拒否したのは給油艦不足と戦艦の低速が主な理由であり空母が海戦の主役になると彼が確信していたからではありませんまた空母任務部隊指揮官として最終的に最も高い評価を得たスプルーアンスはハルゼイやミッチャーのような航空出身者ではなく水上部隊出身者でした結局のところ 空母の有効な運用に必要だったのは指揮官が航空機についてエスパーマガイの先見性を持つことではなく個々の戦闘から戦訓を正確に抽出し戦いの様相の変化に応じて戦術を修正していく適応力だったと考えられますこうした米側の状況を見ると人物評価の基軸に航空機についての先見性を据え称賛すべき人物が航空機に先見性をどれほど持っていたかあるいは 批判すべき人物が、戦艦ににいかに執着し続けたかを力説する日本ののの海軍関連著作の在り方は、異様かつ滑稽なものです。実際に日米の明暗を分けたのは、航空機についての指揮官の先見性ではなく、戦訓の正確な抽出と、戦術への迅速なフィードバックができたか否かでしたが、動画「暗号戦」後で述べたように、これは情報部門の弱体な日本軍が最も苦手とした作業の一つであり、 この分野で日米に大差が生じたのは、個々の指揮官の能力の問題というよりは、情報部門を軽視した組織そのものの問題でした。日本の海軍関連著作で、人物評価の基軸が航空機についての先見性の有無に偏るのは、海軍関係者の戦争間が短期戦に限定されており、開戦以前に整備された戦力と、確立されていた戦術によって、戦争の結果がすべて決まるという発想に。 彼らが囚われれていたことの現れにすぎません実際の太平洋戦争は長期にわたる総力戦でありそこでは開戦以前の戦力や戦術は勝敗の決定的要因ではなく戦争の様相に応じて戦力を新たに整備し戦術を修正していく適応力がより重要な意味を持ちました太平洋戦争敗北の主因として対艦巨峰主義を挙げる多くの海軍航空関連著作はその発想自体が 総力戦への無理解の表れであり今日では敗北の主因となった発想としてむしろ批判的考察の対象とされるべきものでしょう次回動画ミッドウェイ海戦10では淵田光雄氏の著作ミッドウェイに象徴されるミッドウェイ海戦についてのカバーストーリーがいかに形成されいかに解体されていったかについて解説します